Welcome to Saturday Take-chan Yumi-chan. We hope you're having a great time. Now, Take-chan is going to answer your questions. ほら、ワクワクすっぞ。さあ、今回のご質問は来期8787さんからです。はい、ありがとうございます。まさかのユミちゃんじゃなくてミユちゃんです。はい、今ただいまね、ユミちゃんが今海外逃亡中でございまして、はい、代わりにミユちゃんとを招集したということで、はい、ごめんね、なんかこんな席嫌？いや、全然。引きつっとるけど大丈夫。ほんま、こういうことしたことある？いや、ないです。ない、初めて。はい。うん、まあでもあれはな、テレビとかと違って全然緩いから大丈夫、勇気出して、はい、勇気出して、じゃあ質問読もうか。はい、お願いします。はい、フィッティングを受けた経験がないのですが、一度受けたくて質問をしてみました。はい、例えばウェッジ、アイアンのフィッティングから始まり、うん、ユーティリティ、ウッドのフィッティングまでするのでしょうか。うん、それとフィッティングの金額などはどのくらいの金額になるのでしょうか。はい、やっぱあれはね、まだそのあどけない感じがええな。ゆみちゃんも初めはこんな感じでした。でもだんだんもう今やもうなんかもう煽ってくるぐらいになって。慣れたら大丈夫、そのうちだいぶもう煽ってくるぐらいになるから。慣れるまで頑張ろうか。はい、はい、まあ冗談もさておきですね。まあフィッティングの仕方っていうのはその店でそれぞれ、まあね、どんなクラブから見始めていくかっていうのは店によって多分違うと思うんですけども、まあ実際ミュージアなんか受けてくれてますけど、僕の場合は、まあドライバー基本的に1番に見て、次アイアン、まあそこからはフェアウェイ、ユーティリティとか、まあウェッジですねに話持っていきます。でまあ、結果的には当然全部の、クラブをの、まあ、助言というかアドバイスすることにはなるんですけども、まあ、基本的にドライバーが決まった時点で、これはね、みーちゃんも見たことあるよね、ドライバーが決まった時点で基本的にフェアウェイとかユーティリティとか重量ってもう絶対決まりますから、まあ、まずドライバーが絶対重要、次アイアンが決まった時点でウェッジが決まるってことになりますから、やっぱドライバーとアイアンが、まあ、に今大きく時間を割くっていうのはこれも当たり前っちゃ当たり前の話なんですね。はい、でまあただちなみに僕のフィッティングって大体、2時間から2時間半ぐらいかかるんですね。でまあなんか2時間から2時間半って言ったらなんかめっちゃ打ちそうやんみたいな言われる。もうめちゃくちゃ何機打つねんみたいな。でも大体初めの1時間っていうのはまあそのヒアリングというか、まあ、お客さんとの会話とあとパソコン見ながらの説明になりますから、まあ当たり前ですけどずっと打つわけじゃないし、すごくそのなんていうんですかね、みーちゃんのようなアスリートがだけが受けに来るわけでもないですね。だからまあ本当に僕はむしろこの初めの1時間ってすごい重要にしてまして、まあお客さんの悩み聞くはもちろんなんですけども、まあ数値的な話をパソコンでしながら、まあこのクラブっていうのはこういう数値だからこういうミスが出やすいですよっていうのをまあ理解してもらうというか、それを一緒に考えたり、結構まあアマチュアゴルファーとかやったら当たり前なんやけど、こう自分がこの打った時にどんな球が出よるかってまずあんまり考えたことがないっていうのが結構多いよね。うん、まあみゆちゃんとかはねもちろんこういうミスが出やすいとかってわかるやろうけども、例えばその自分がどこで要はスコアを崩してるかっていう、もうよく呆然としてる人多いよね。だからまず数値的な、まずパット数とか OB 数、もちろんパーオン率とかっていうのを全部聞くし、その中でじゃあどれがミスが多いかとか、このクラブ使ってますかとか、もっとおったらこのクラブ被ってますよねみたいな距離、オルにロフト被ってる人とか、だからユーティリティとフェアウェイのロフトが被っとったり、逆にそのまま下の方のユーティリティとアイアンの距離が被ってるのになんで入れてるんですかみたいなこともあったりするので、まずそこで一旦案外自分じゃ気づいてないことをお客さんの方に気づいてもらうっていう、これ結構重要なことで、でそこをどんどん改装していって、あそう言われたら確かに被っとるなとか、そういやこのクラブでミスが多いなとかっていうのが分かってくると、まあそこに対して改善策っていうのも出てくるので、僕が一方的に喋るんじゃなくてお客さんと一緒にそのコースのイメージをしてもらうっていうのを僕はすごい重要してます。でそこだから当然こうクラブを整えるっていうのはスコアアップになりますけど、最終的にスコアアップできればフィッティングとして成功ってなると、まずそういう結構考えることというかヒアリングすることっていうのも結構僕は重要してますので、まあこういった部分をむしろ結構重要して初めの1時間はお話してます。でまあちなみにフィッティング料金っていうのはまあ一応2時間で今1万いただいてますけど、まあ
4万以上買ってもらったらそのフィッティング料金はまあ無料になるというか風にしてますので、まあ、この話聞いてもしフィッティング受けたくなったらぜひ予約の方をお待ちしておりますということ でもし近くね、ちょっとうちなんかかなりね香川県ってこう田舎ですからね田舎ですから、まあ、遠方で近くにねフィッティングできるところがあればぜひ近くで予約取ってもらってと思いますので、まあ、本当そういうのとにかくフィッティングの最終目標っていうのはスコアアップすることっていうことだけは皆さん少なくとも僕はそう思ってますし、まあ、みーちゃんとか上級者要は研修生の上級者から本当に100以上別に100以上って全然僕は思いません。それを100以外入れるのが僕の仕事だと思ってますから、まあ、そういうふうにしていきたいので、まあ、ぜひ皆さん参考にしてもらったらと思います。ということで、来期8787さんご参考になりましたでしょうか。それではサタデーサタデータケちゃん、ミユちゃん、また来週。いいね、このぎこちなさが来週には多分クリアされると思います。チャンネル登録、高評価でタケちゃん、ユミちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。